All right, hello everyone. This is Theodore. I'm with the O Network Online. Today with me, I have also with Hitomi Ross. She has helped us various times in the past with the different works on this on the website. And she will also be helping us today with a very special guest here in San Francisco. So I'll go ahead and let Hitomi take it from here. 今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。はい。それではコンサートは素晴らしかったです。とってもエナジーあふれる、コンサートでしたが、疲れてませんか？いつもいっぱいパワーを出しますけど、みんなの笑顔が最高のパワーになるので、もう今は幸せな気分でいっぱいです。素晴らしい。では、コンサートはいかがでしたか？楽しかったですか？はい、もちろん、今回 LA とサンフランシスコでアメリカライブをさせてもらったんですけど、どちらも全然違うライブになるのがすっごく楽しくて、本当にみんなの笑顔とか、どの国に行っても同じものっていうのも必ずあるんですけど、毎回出会いによって違うライブになるっていうのが本当に楽しいです。なるほど。それでは、アメリカはアニメエクスポ以来だそうですが、はい、シンガーとして歌手として、アニメエクスポ以来、ご自分の中で変わったことというのはありますか？前回はやっぱりイベントで来させていただいたので、どこかもちろん緊張もあったんですけど、ワンマンライブとは違うこう気持ちっていうのがあって、ワンマンライブをする前はどのくらいみんなが来てくれるんだろうっていう不安がすごくあったんですけど、緊張もしたし、でもやっぱり前回以上のあったかさとか一体感になれたことが本当に嬉しいです。なるほど。では、サンフランシスコの次は、どこに行ってライブをしてみたいですか？そうですね、ツアーはまだまだ続くんですけど、やっぱアメリカもまだまだたくさん街があるので、そこのみんなに会いに行きたいし、もちろんサンフランシスコにも必ずまた戻ってきたいなって思ってます。なるほど。それでは、メインさん、アーティストのメインさんの次の目標、このツアーが終わったらメインさんの次の目標は何ですか？次の目標、そうですね、今回初めてワールドツアーを開催できたことが本当に嬉しいので、これが、1回だけのワールドツアーじゃなくて毎年こうやって開催できるようにこれからも頑張っていきたいなって思います。はい、お忙しいところお時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 Thank you。